匠ソフトの高井です。今回も父読語館をしてまいります。2019年11月号特集、語らざれば憂いなきに似たい。今回読語館する箇所は、インタビュー第一線で活躍する女性、看護師の本当の使命を追求する坂本すがさん、東京医療保険大学の副学長の方ですね、の寄稿の寄稿からになります。私この文章を読みまして、たとえ第一線で活躍する人であっても悩み考え模索して自分の仕事に従事されているんだなということを強く感じました。非常にキャリアを持っている方です。満足できる地位もね、得られた方ではあったのですけども、その方であってもですね、模索し続けるこの姿勢というのはすごく学ばされました。やはり人生において終わりっていうのは自分が決めちゃうんでしょうね。この方は全く終わりを決めてないんだと思います。そして、自分のゴールはもっともっと先に、あるのだと見ておられるんでしょうね。そして自分のその仕事の延長上に、キャリアを磨いて努力をしていくことで、今の道が展開されている。看護師というね、ところから今度はその大学の副学長というね、ちょっとね、方向は変わってるように思えるかもしれませんけども、全くね、ブレていないその姿勢、これがやっぱり大事なのかなというふうに思います。私も自分が一つのことを取り組んで今来ています。途中でね、転職なんかもありましたので、転職の期間はコンピューター関係の仕事から外れたことがありましたけども、約2年間ですね、2年間はコンピューターから離れたことがありました。それ以外はずっとコンピューター系の仕事をさせてもらってるんですけども、でも今考えるとね、全てのことはこうつながってきているなというふうに思います。たくさんの失敗をね、詰めたこと、あと自分がすごく独り善がりであることで、自分の弱さが弱さを垣間見ること、これをね、体験できたことは私もすごく良かったと自分では思っております。そして自分の仕事の延長上の中に、努力を積んでいくことで、見えてくる道が あるということはすごく、励まされました。長年続けてると皆さんは飽きないですか？もうこの仕事飽きちゃったとかっていうのないですか？私は結構飽きっぽいんですよ。飽きっぽいもんですからね、もう新しいことやりたくなっちゃうんですよね。次から次へとこうやりたくなっちゃうんですけど、でも一つのことの延長上に、その未来が大きく開けるっていうのをすごく感じさせられました。何でもかんでもね、やりたいやりたいっていうのもそういう気持ちはあるのでしょうけど、やはり模索するのは自分が進むべき道から模索していくっていうこと、これすごい大事だなというふうに感じます。本当にね、磨くことっていうのはその一つのことをね、徹底的に磨くことなんでしょうね。何でもかんでも磨くっていうのは基本的には磨くっていうことではないんでしょうね。ただこの時代の早い流れの早い時代になっています。一つのことを磨き切るスペシャリストになることも大事ですけども、ゼネラリストといって大きな視点でいろいろなことを取り込める人ももちろん大事であります。じゃあ自分がどのタイプであろうかということを踏まえたときに、私はやっぱりスペシャリストの方に行くべきだなってことをちょっと感じます。ゼネラリスト、全体的にいろんなものをこうっていう感じでは私はないかなっていうふうに私はですね思います。いろんなタイプの人がいますからね、
これがいい、これが悪いではないですけれども、その中で自分を磨くこと、模索すること、本当にね、し続けて、仕事に従事して、貢献していきたいなというふうに思います。はい、今日はそんなことでここまでにしたいと思います。それでは皆さん、また。